はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。和子様、ご支援ありがとうございました。何度もお越しいただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金に、させていただきたいと思います。日テレと富士に新居をばらされた大谷翔平、もうここには住めないとして入居しない状態のまま引っ越す意向だそうであります。中でも富士がひどくて、近所の人にですね、あそこの家大谷くんですよなんてバラして回ってたらしいんですよ、取材と称してね。富士は謝ったけどね、世論です。あらら、どうすんだよ日テレと富士、こりゃ賠償請求来るね、高木つきましたね。富士と日テレに損害賠償を起こせば面白いのに、観光スポット化したらたまらんわな。日テレ、なんで俺様たちが謝らなくてはいけないんだ。反省ゼロ、マスコミに反省なんていう文字ないぞ。ドジャースオーナーがかなりお怒りのようです。ビル・ゲイツは要塞みたいな家に住んでるらしいし、本当に富士と日テレはろくでもないな。ろくでもないのは富士と日テレだけじゃないですけどね。今回はたまたまやらなかっただけで、機会があったらできる状態だったら NHK だって TBS だってテレ朝だってやってたでしょこれ。現地は観光名所化して野次馬殺到だそうです。ですけれども、家買ったもののまだ入居前の空き家だったんだって。買って1ヶ月半まだ入居できない野次馬いるから、結婚したばっかりの奥さんとかも出入りするのに家をね、野次馬が取り囲んでたらたまんないよね、危ねえし。ロスの強盗はショットガンやらアサルトライフルでガチ武装してるやつでしょう。もう全然無理ですよね。日テレと富士は引っ越し費用と、精神的損害に対して賠償すべきですよね。買った新居を使わないで手放さざるを得なくなった。不動産手数料って買った時よりはちょっと価値下がってんだろうから、それの損失もあるしね。黙ってても巨額賠償請求されるかもしれないですね、黙ってても。日テレは株主総会でですね、経費を150億円増やしたら売上が60億円増えましたって意味不明に威張ってたから、訴えられる前に払ってあげたら、敗訴するより安く済むかもよ。フジテレビ、昨年の決算テレビ部門利益たったの8億1800万円、これは売上4500億円ぐらいなんですけどね。テレビ以外のメディアとコンテンツ利益が120億円、不動産観光が194億円とテレビ部門少ない、で合計の利益、会社の利益が322億円だっちゅうんですけど、テレビがあまりにも利益が少なすぎますね、そう思いませんか。富士はテレビ捨てて不動産と観光に特化した方がいいんじゃないですかね。これ来年の株主総会で、不動産と観光に特化したらって言う人いないもんかね。これは言ってほしいという私の願望ですね。ダンプの前を牛歩で横切るなどして辺野古基地地盤改良工事を妨害していた72歳女性のせいで40代警備員宇佐美さんが亡くなった事件で、事業者側がですね、沖縄県に何度も何度も費用は自分たちで負担するのでガードレール付けさせてほしいって申請してたんだって。それを沖縄県はですね、歩行者の横断を制限することになるとして認めなかったと。死亡事故が起きたのは72歳女性とデニー県政のせいって言えそうですね。ガードレールついてれば妨害の妨害になってよかったのになぁ。世論です。これはひどい。警備員の銅像はいつできるんだ。そりゃ事故起きた方があいつら都合がいいからな。命を守れるなんて、つゆほども思ってないのがよくわかる。こうなるともう自治体による殺人だろ、これ。沖縄県庁ってどこの国の機関なの？もう沖縄めちゃくちゃ。事故を期待したんだな、きっと。なんだ、沖縄県も共犯か。あんなとこ一般の歩行者なんかまずいねえんだわ。現地の人でしょうかね。
県と活動家を遺族が訴えたら勝てそうだな。これ大問題だと思うけど、テレビで報道されてるのかな。全くされてません。するわけない。だからマスゴミと。歩行の邪魔になるっていう理由で認めなかったそうなんですけれども、工事現場は誰も行かないんだって。歩行者なんか誰もいない場所なんて、一言で言うと山奥、妨害工作員しかわざわざ行かないんだから、妨害活動の邪魔になるってことなんでしょうね。沖縄県庁が言いたかったからね。市政と国政は民意じゃなくて県政は民意だっていうのが沖縄ルールなんだって。市長とかでは負けてるからね。毎日死亡事故起きるぐらいにめちゃくちゃになれば気がつくんですかね。デニーに投票しちゃうような人ね。これの元記事は産経だが、やっぱりというかテレビは一切報じてないようであります。左翼に不利なことは一切見ないことにして全力ガードですね。このマスゴミガードに守られて左翼がますますバカになり、とうとう人の言葉を理解しなくなったとおこと主が言っておりました。体もどんどん小さくなって喋れなくなって、バカになって、どん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 ね。新聞赤旗、蓮舫128万票、宇都宮健治84万票、1.5 倍に増えたから大勝利って謎の勝利宣言しておりました。これがいわゆるパヨシグサですね。逃走しながら勝ち宣言っていうやつで、ズダボロになってても勝ったっていうですね。ああそうなんだ、よかったね。ふふ、大本営発表来た。これ3位で検討も奮闘もないだろう。まずはシールを剥がしてください。迷惑です。立憲と共産全力応援の20年議員がダブルスコアで負けたのに何言ってんだか。お前ら都議補選に4人出して全敗だっただろう。赤が都内に 19% もいるってやべえな。石丸にすら負けて共産の人たちは大慌てで石丸叩きに奔走。代表的なパヨ標語、論より大声嫌がらせ、最後は暴力、脊髄反射で口答え、逃走しながら勝ち宣言、誤ったら死ぬ、完全に論破されてもそれに気がつかない、論破されたことに気がつかない、気がついた場合は怒鳴り散らすかフリーズなどなど。他にもナイスなパヨ標語あったらコメントでお願いします。共産党がいつも正しくなくてはいけないっていうのはですね、権力だけではなく権威も欲しいからですね。権威っていうのは支配の正当性であります。日本の場合ですね、皇室のご先祖様が国を作り、後から来た我々民が住まわしてもらってるっていう正当性ですね。つまり皇室のご先祖様が、日本っていうマンション作ってですね、我々が入居させてもらっている。国家のオーナーが、マンションオーナーが皇室であるっていう支配の正当性ですね。で、マンションオーナーが任命したですね、マンション管理人っていうのが総理大臣で管理やらせる。そのシステムはですね、征夷大将軍の昔から不変であります。共産党は皇室を打倒してですね、自選管理人になりたいと、つまりマンションオーナーになりたいと、故に間違いが許されないんですね。自選で権力振るってる中国共産党も不都合は何でもかんでも埋めちゃうでしょ。間違いばっかりって言っては支配の正当性が揺らぎますからね。これ真似したのは徳川幕府、260年ぐらい持ちましたよね。将軍はお飾りで、家老とか大老が決めたことを良きに計らえっていうお飾りにしたの。だから将軍は恨まれずに明治維新も生き残って、で桜田門外の変で、暗殺されたのは大老の井伊直弼。こいつが権力振るってる。将軍はお飾りだ。良きに計らえだってみんな知ってたから、将軍まで被害及ばなかったんですね。自ら政治らしいことを政治らしい政治したの、2代3代ぐらいまでじゃないですかね。秀忠家光、あとは8代将軍吉宗っていうのが自ら、やったけど、これ成功したから良かったものの、失敗したら、吉宗が失敗したら幕府が揺らいでたかもしんね。あとは過労にやらして過労に責任取らしてっていうのを、やってました。なかなか賢いな江戸幕府な。だから260年も持ったんだわな、いう感じでね。使い古しの枝野幸男60歳、次の代表選挙に立候補の意向を、これまた使い古しの
赤松元農水大臣76歳に伝えた模様であります。赤松は引退して議員じゃない今一般人です。赤松派は立憲内の最大派閥なんだって。知らんかった。世論です。もっと若いやついないのかよ。左翼特有の権力の独占だぞ。クラーマーへの出撃。お前が始めた共闘路線で蓮舫は落選したんだぞ。いいからシール剥がしてこいよ。もういっそくじで決めたら、原口を投入して一気に陰謀論政党にするという手もあると。そういえば都内にまだ あちこち R シールが残ってて、それを見るたび蓮舫を思い出して嫌になる。立憲の支持率が共産もね、これシール見るたび落ちるなーって、試験です。立憲福島県連が共産党と共闘しないって宣言したりでですね、あと蓮舫の負けで共産党との関係にひびが入ったんでね、そもそも共産党の共闘を始めた枝野が代表になってそれを修復するって算段ですかね。この人は選挙で大敗して引責辞任してなかったか。再度代表やってもですね、ここが変わりましたってとこないと前の二の舞じゃないの。しかしね、立憲は同じ顔でぐるぐる回してるだけで人材いないっすね。人材は豊富ですけどね。ここは一つ蓮舫代表っていう奇抜な手、を使ったらどうでしょう。あるいはくじ引き。蓮舫代表、辻元副代表のジェンダー党でいいんじゃないですかね。適当ですけど。7月9日発表、アメリカピューリサーチセンター調査によれば、中国を世界一嫌っているのが日本人だった。1位日本 87% の人が嫌いと。2位オーストラリア 85%、 3位スウェーデン 82%、 4位アメリカ 81%、 5位ドイツ 76%、 6位オランダ 74%、 7位カナダ、韓国、ポーランド 71% と。世論です。俺も大嫌いそりゃ嫌われるようなことをしてるから邪悪な存在よの。逆に好かれると思う。日豪どちらも実害を受けているから納得の結果、好かれる要素が一つもない、中国によるウイグル人弾圧はないって言い切っちゃうほど河野太郎は中国大好きですけどね、中国様大好きですけどね、日本人の9割近くが中国嫌いで安心したと。1割強 13% しか好きがいないんじゃ、そっち側は確実にですね、変な人、異常な部類ですね。13% の中には、嫌いと、どちらでもないが含まれてるんだから、嫌いじゃない好きっていう人はもっともっと減りますよ。 13% から、異常でしょ、変な人でしょ。韓国が割と中国嫌ってるのが意外ですね。先進国にでもなったつもりなんですかね。中国の属国やめて、韓国に歴代王朝中国に朝貢する貢ぐ家畜が用意できなくて、美男美女を何百年も差し出すのが続いた結果ですね、美男美女遺伝子が枯渇してブス不細工ばかりになったって説ありますね。差し出された美男美女は中国の権力者の奴隷となったものの、祖国よりまして喜んでたとか、ああなんとか。今日の単身です。料金後払い方式の京都市バス、払わず逃げる外国人観光客続出。先払い方式に変えるには10億円程度必要で、厳しい財政状況もあり打つ手なしだそうであります。つべやテックトックの動画サイトですね、日本での無賃乗車のやり方やら無賃乗車できるバスの動画が拡散されているようでありますね。何度も言いますけれども、頼んでないのに勝手に来て日本人に被害をもたらす外国人犯罪者は侵略者とみなして日本人より罰を重くすることをやった方がいいと思います。日本人だったら2年の刑だけど、外国人が日本人に被害を与えたから4年とか6年とかね。被害者が外国人の場合は普通でいいよ。外国人が外国人を傷つけた場合は普通でいいですね。盗んだり、法の下の平等は日本人にだけしか憲法保障してないんだからな。これ憲法違反でも何でもないですね。
飛行機内に手榴弾2個を持ち込もうとしてハワイで逮捕された41歳日本人男性を現地警察が釈放。第1級テロ脅迫罪で逮捕だったんですけど、現地警察はですね、釈放理由を明らかにしておりません。手榴弾の中身は空だったそうですけれども、側だけだったそうですけど、一目でおもちゃってわかる外観だったんですかね。だったらこれは脅迫には使えないなっていう判断だったら、釈放もわかるんですけど、もう見るからに おもちゃ、オレンジ色かなんかで、ピンクかなんかで、アメリカはテロにめちゃめちゃ厳しいから、これ意外な結果でしたね。フランス議会最大勢力新人民戦線、赤っぽいぞ。年収7000万円以上の金持ちの所得税率を 90% にしろと内閣に要求。実現したら年収7000万の人でも700万円になっちゃいますね。なんか所有の概念変わりそう。これ私有財産を許さない共産主義ですかね。フランスの金持ちが国外脱出するだけだと思うんですけどね。あとは会社作って所得を抑えとかね。インテリと金持ち全員処刑のポルポトなんすかね。ポルポトなのかな。さすが暴力で王様の首切っちゃう国は違うわな。世界で初めてですね、共産主義的なですね国家転覆が起きたのはロシアじゃなくてフランスだったかもしれないですね、これ。フランスこそ赤の本家元祖かもしんないですね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。